になってるで。白ひげと目的を認め合ったルフィ、キザルの攻撃をかわしながら処刑台へと突き進む。だがその前に立ちふさがったのは、かつて麦わらの一味をバラバラに飛ばしたバーソロミュークマであった。この顔なじみにオジレーザー撃ってくんじゃないよ。いい加減におっしゃべれ。バタ足よ、バタ足の顔を忘れたみるな。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつならもう死んだよ。つい先日だ、政府の科学者ドクター・ベガパンクの最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミュークマ。今はもう人と生まれた記憶すらねえ。ただ政府の言いなりに戦うだけの化け物、パシフィスタ PX。